トミさんこんにちは、キセイアゲ太郎です。オープニングはいかがだったでしょうか。もうあれはですね、前からね、オープニングというかジングルというか、まあラジオといえばつきもんかなというのもありましてね、そういうのが欲しいなーなんて思ったんですけど、まあこうね、作ろう、ゼロから作ろうってなかなか大変だなっていうねのもありまして、もともとね、こうアプリに入っているフリー音源に自分のこう規制とボブイボブ君のあーっていう規制を足した感じですね。まあ、キエっていうのはね、僕がもうそのオープニング撮るために録音した音声なんですけど、あのボブイボブ君のあーっていうのはですね、あの昔お嬢様言葉 PUBG っていうですね、まあ、あのショーツなんかも上げてるんですけど、それでね、ボブ君が急に頭がこうね、空っぽになっちゃって、あーって言ったのをね、そのまま流用してる形なんですが、なんかね、あの、ボブ君と一緒に聞いてて、あの、ゲームボーイアドバンスのね、ゲームのおならの SE みたいだな、みたいな話をしましたね。そしてね、先週ですね、というか一応このラジオはですね、隔週金曜日、2週間に1回の金曜日に、夜10時にですね、22時に上げたいな、という感じでね、やっているんですけれども、前回はですね、確か11時か、夜11時か12時になっちゃったんですね。そう。これはですね、なぜかというと、いろいろこう不運がね、重なったっていうのが非常に大きなところなんですけれども、ですね、まずね、その大体このラジオっていうのは、僕日曜日とかに撮って、編集を毎日ちょっとずつして、で、木曜日にこう編集が終わって、よし、じゃあ10時に、あげるぞと。そういう形なんですね。なんですけれども、前回のはですね、ちょっとボブ君と一緒にやりたかった企画なんで、ボブ君と予定を合わせなきゃいけなかったんですけど、ボブ君がね、ウルトラビジー、スーパー繁忙期に入っててですね、全く予定が合わなくて、で、もう本当にね、何曜日だったかな、水曜日だったかぐらい、下手したら木曜日かな、木曜日か水曜日ぐらいに、やっとなんか予定があって、お互いのこうね、合間と合間を縫って撮るみたいなね、感じでね。そう。まあ、ちょっと一応ね、その2週間に1回10時っていうのはね、まあ、自分の日記みたいなところもありますから、この動画っていうのは。こう、どうしてもね、こう規則的にね、定期的に、なんかのこうね、規則に基づいてね、上げていきたいなっていう気持ちがちょっとあってですね、ボブ君にもちょっと協力してもらって。だからボブ君もですね、その、ラジオ内で、心がすり減ってさ、みたいな。なんかパワハラとかあるじゃんとか言ってたんですけど。まああれはもうめちゃくちゃ本心というか、ボブ君が本当に忙しくて、参ってたからっていうのがあってですね。で、ボブ君はですね、私と同じであんまりこうお金があるタイプの人間じゃないんですけど、もうそのラジオ撮った日にね、もうちょっと、もうなんかね、ちょっと疲れたし、久しぶりになんか友人と話せるから、もうご飯行こうよ、おごるからさ、みたいなこと言っててね。すごい嬉しかったりもしたんですけど。そう、だからやっぱ大変だな、働くのは大変だな、なんてね、思っていて。で、まあ次の日ね、大急ぎでね、こう編集して、一日で編集して、こう上げないとな、っていうふうに思ってたんですけど、まあ自分のこうタイムスケジュールではですね、まあ大体1時間ぐらいあればね、余裕持って編集できるかな、なんていう感じで。まあ、それだったら、もう夕方からだったらね、編集して、まあ何回か見返して、10時ね、あげれるな、なんて思ってたんですけど。まあ、こういうね、余裕持って行動できるからって言ってなんかね、いろいろ予定を詰め込んだらいけないなっていうのは、学んだんですけど。それ何かっていうと、最近健康診断がありまして、あんまりこうね、結果があんまり芳しくないと言いますかね。ちょっと内臓脂肪どうだみたいな。ちょっと肝臓どうかなみたいなね。感じもあって、あ、ちょっとこれトレーニングとかね、運動とかしないといけないな、なんて。で、私ね、ランニングがすごい嫌なんですよ。ランニングとかウォーキングとか。ウォーキングはまあ、好きっちゃ好きなんですけど、ちょっと時間がね、ちょっと削られるのが、あれかなっていう難点がありますし、ランニングはまあ、普通にきついなっていうね。もう、心配がこう、クワってなるのが本当に嫌だなっていうのがあって、まあ、やるなら、こう、筋トレかなみたいな。ちょっと筋トレしてみようじゃないかということでね。こうやってこうトレーニング、その健康診断が悪かったから、ちょっとジムで運動しよう、その動画編集する前にね。それでも全然間に合う時間帯だったんですよ。で、それでね、そう、ジムで運動しようっつってね。やってね、その前にやってた時期もあるから、
ああ、なるほどね。これね、こういう感じね。はいはいはい、みたいな感じで慣れた手つきでね、ダンベルやね、こう、重りなんかを持ってたんですけど、皆さんダンベルベンチプレスってわかります？ベンチプレスは結構ポピュラーだと思うんですけど、それをこう、ダンベルで、こう寝た状態でこうね、押す。ね。古い言葉で言うと、刺すっていうみたいなんですけど、こう、寝た状態、ベンチに寝っ転がった状態で、ダンベルを持ち上げるっつうね。それをね、またやろうっつって。で、なんかね、こう、10代の時とかの感覚でこうやろうみたいな感じで、何キロぐらいだったかな ?15、16ぐらいのね、重さを持ってですね、こう寝転がってやってたんですよ。そしたらね、こう、滑っちゃって、横に。なんかベンチもね、ちょっと弱くなかったし、僕のね、ちょっとコンディションも若干疲労気味で良くなかったのかなっていうのがあるんですけど、そのベンチの上でちょっと滑っちゃって、で、横にズザーってこうずり落ちる形になったんですね。そうそう。幸いね、人に見られてなかったんで、あんま大事にならなかったんですけど、まあ、後でね、監視カメラとか見られたらめっちゃ笑われると思うんですけど。で、あ、危ねえ危ねえ、みたいなね。まあ、この、16キロとかの鉄の塊がね、それこそ股間ですとか、ね、顔なんかにぶつかったら大変ですからね。でも、幸いね、二つともこう速やかに床にこうぐとっと落とすことができたんで、あんまりこう大ごとにはならなかったんですけど。危ないなと思って、ちょっとほんと気をつけないとなぁなんでね、思えて、もう一回こうセッティングしようとしたらですね、こう、血がね、手首の方までダラーって落ちてきてて、あ、これすげえ嫌な予感するなぁと思ったら、そのトレーニング道具のベンチって、見たことある人わかると思うんですけど、革製でね、鉄、クッション、で、そのクッションを革で包んで、まあ、ジッパーなりなんなり、縫ってあるなりなんなりみたいな感じの構造なんですよ。で、私がその時使ったやつは、ジッパーがついてるやつで、ジッパーチャックどっちかわかんないですけど、ジッパーがついてるやつで、で、その滑った時にね、肘から、この、なんて言うんでしょうね。手首ら辺までにかけて、こう、ビッとこう、で、これ聞いててちょっと痛ってね、思っちゃう人いるかもしれないですけど、このジッパーのこう動かすとかあるじゃないですか。カチャカチャカチャっていう。あそこの部分が肘にこうめり込んだままスライドしたから、皮膚がパックリ割れちゃって、で、もう、あ、やべえな、みたいな。で、幸いね、そんなに深くなかったんで、血もね、ドクドク、ビクグって出る感じじゃなくて、まあ、ただただっていう感じだったんですけど、でもやべえと思って、でね、これがまた面白いのがね、ガーゼってあるじゃないですか。ガーゼをね、なんか一箱ね、プレゼントしてくれた友達がいて、そう、それをですね、一応まあガーゼ使うときないだろうけど、なんかね、ガーゼなのかなあれ、なんかね、ガーゼみたいなやつをこうぐるぐる巻いてあって、ペリペリって剥がしてね、簡易、なんかテーピングとガーゼのなんかね、中間みたいなやつなんですけど。まあ、それちょっと後で聞こうかな。そうそうそう。それをね、使うかな、使うこともあるかなと思って、カバンの中入れてたから、幸いね、血がこう床に落ちる前に、やべっと思ってこうね、荷物置き場に走ってね、もうぐるぐる巻きにして、そう、もうギチギチにしてね、血を止めてね、なんとかね、もう、その、施設も汚さないし、まあその自分の皮膚もこう、なんて言うんでしょうね。大事ならずに済んだんですけど。それで結構焦ったんですよね。もうだって傷口がさ、こう深くは、その、なんだろう、縦というか、深くはないんだけど、この幅がね、15センチぐらいあって、それってあんまないじゃないですか、日常で過ごしてて15センチも傷つくことを。ね、よくね、子供とかがこう自転車から転んでね、膝から落ちちゃって、血がやばいとか肉がちょっとえぐれちゃったみたいなやつも、まあせいぜい言って5センチか10センチぐらいじゃないですか。傷の広さとしてはね。まあ深さはまああれ、程度があると思いますけど。そう。で、幅がね15センチぐらいでやばいなと思って。で、多分ね、ギリギリ縫う感じじゃない傷なんですよね。おそらく。まあこれ勝手にね、素人が決めちゃいけないんですけど、本当は。でも、結構血とかの止まりも早くてですね。そんなに多分深くないな。皮膚のほんと表面だけ、ね、薄皮のね、表面みたいなところだけパラってね、いった感じなんだなと思って、それで家帰ってね、アルコール消毒したりとかして、もう一回ね、絆創膏をこうね、ドラマのホークアイで学んだ傷口とね、
こう対角に絆創膏をすると閉じが早いですよみたいな。ね、習ったので、それでやって、その上からまたガーゼでぐるぐる巻きにしたりしたら、まあ、すぐね、こう血は止まったし、なんて言うんでしょう。回復も割と早かったんですけど、でもそれだいぶ焦ったし、なんかその処置で、てんやわんやしてたら、結構時間遅くなっちゃって、あ、やべえ、あ、そういえば動画編集あるじゃんと思ってね。そう、絶対にさ、こうやって動画編集とか動画アップロードが決まってるのにさ、ジムなんて言っちゃダメじゃん、普通。ってね、自分にね、言い聞かせたんですけど、でも言っちゃって、いやでも自分の頭の中の予定では間に合うから、みたいな、謎の論理で言っちゃってね。で、それで結局ね、結構ギリで、で、ボブ君本当に優しくてね、もういつでも送ってくれれば確認するから、一応ダブルチェックしてみたいな話して、本当ありがたいなと思ったんですけど、それで、ね、10時にあげたいって言ってて、その傷の処置が終わったのが、8時40分ぐらいだったかな。で、まあ、そっから9時40分、1時間かけて9時40分に編集を終わらせれば、まあ、10時には YouTube 上げられるだろう、という感じで。で、動画編集始めたんですよ。で、思ったんですけど、いつもよりも、ラジオの動画長いじゃないですか、今回。前回長かったですよね。27分とかでしたっけ？いつもよりも10分かね、それぐらい長いような感じだったので、まあ、なかなか、こう苦労したんですけど、まあ、それでも一応ね、1時間弱ぐらい、1時間10分ぐらいで、9時50分に編集終わったんですよ。いやー、終わったと思って、でも、ボブくん、ごめん、お願い、みたいな。で、まあ、最悪、もうこれ10時過ぎるなと思って、10時15分とかね、そんぐらいだなと思ってね、そう、で、チェックしたりとかして、なんかね、こう変なコマとかがないか。チェックしてたら、普通にミスがあって、それが何かっていうと、私が言った、もうバキのね、描写みたいに脳を揺らしてって言ったね、めちゃくちゃわかりづらいボケあるじゃないですか。あれの画像を、が、なぜか知らないんですけど、散りばめられてたんですよ、動画の中に。何のバグかわかんないんですけど。何のバグかわかんないんですけど、動画のなんか4箇所ぐらいにあの画像があるっていうバグが発生して、マジかーと思って、いや、こっからか、また、みたいな。そう、動画って、制作してから、それを保存するまでにも時間かかるし、ですよね。時間かかるし、YouTube にアップロードするのも若干時間かかるんですよ。5分、10分ぐらい。そう、だからまたか、みたいな感じで。で、ボブ君にね、電話して、ごめん、みたいな。ちょっと申し訳ないんですけど。画像がね、バキの画像がなぜか散りばめられてて、もう一回編集し直します。すいませんって言って、でボブ君ももうすべてを察した様子でね、あ、大丈夫だよ、みたいな。で、感じでね、すいません、すいませんって言って、で、画像を消して、ちゃんと適切な位置に戻して、で、やって、で、確認したら、もう普通にね、10時40分ぐらいで、あー、みたいな。完全にもう10時とは言えない。10時からちょっと遅れましたよとは言えない時間になったな、みたいな感じでね。で、結局、11時にアップしたっていう形なんですね。いやー、本当にね、そう。やっぱこうね、隔週10時っていうのはこだわりたいんですよ。ね。その定期的に上げるってことに意味があるのかな、なんていうのもありますんでね。そう、そんな感じでね、本当にね、ボブ君におんぶに抱っこの1週間でしたし、そして、僕も、肘を怪我しまくってね、自分の計画なさ、計画のなさが、その肘の傷として、こう、現れたのかな、みたいな。そんなね、こともありましたね。そう。で、幸いですね、その傷口できてから、今、もう1週間ぐらいですかね、なんですけど。もうだいぶね、もう回復して、ほとんど、他のね、肌と変わらないような感じですね。そうなんで、良かったんですけどね。肘が裂けたのはさすがにびっくりしましたね。ちょっと皆さんも気をつけた方がいいというか、まあお前が気をつけろよという話なんですが、そうなんでね、ちょっと気をつけないとな。そしてまた健康にも気をつけないとなっていう感じですね。そんな一週間でしたね。
で、まあ、これからの予定みたいなのを話しますと、またね、こう、ボブ君とかの、こう、都合なんかもあるんですけど、結構やりたい企画がほんといっぱいあるんですよ。でも、ちょっと一人でやるにはもったいないなって、もったいない、一人でやるのはちょっと違うかなっていう企画も多いので、で、ボブ君もね、どんどん動画撮りましょうよ、なんていうね、結構心強いお言葉もいただいてるので、これからいろんな企画やっていきたいと思います。で、あと前回の LINE の一言メッセージのやつはですね、ちょっと漏れたやつがあったんですね。本当は10通ぐらい来てたんですけど、そのうち7個ぐらいしか紹介できなくて、まあ、その残りのね、3つも、ありがたく紹介させていただきたいかなと思いますので、またこれからも、見ていただければ幸いです。それでは、また皆さん、お会いしましょう。